着いたな。確かここだったよな、メモリアキューブがあった場所は。やっぱりないわね。じゃあ黒いキューブを探しに行くか。だけどどこを探せばいいんでしょう。アラバスタでは異変の中心であるクロコダイルがキューブを持っていたわ。ここも同じであるなら、起こっている異変の中心に誰かがいて、そいつがキューブを持っている可能性が高い。ここで起きている異変といえば、アイスバーグが拘束されてるってことだ。政府の役人がアイスバーグの拘束を告げた。この島で政府が絡んでくるとなると、思い当たるのは CP9 ね。でも CP9 がキューブを手に入れてどうするのかしら。クロコダイルはアラバスタを支配していたけど、奴らの望みは古代兵器の設計図を手に入れることだ。ということは設計図を手に入れた。いや、それはありえねえ。ありえねえが、ありえないことも起こる。ここは壊れた記憶の世界よ。急いだ方がいいわね。望みのものを手に入れて、彼らがここに留まっている理由はないわ。無理だって言ってるじゃない。言っとったんか。あたしアイスバーグ社長を助けに行くんじゃ。助けに行こうっても列車も船もねえ。第一どこに向かうつもりだよ、ばあさん。誰がばあさんじゃ。ばあさんじゃった。落ち着け、ばあさん。誰がばあさんじゃ。あんたフランキーじゃねえかい。あ、兄貴、無事だったのかよ。って本当に兄貴だよな。なんか違う気が。何言ってやがる。こんなスーパーな姿は俺以外ありえねえだろ。そうね、そんな変態チップなのフランキーさんだけね。読めるなよ。さすが兄貴。スーパー。話が進まねえ。カオスだな。兄貴、とにかく大変なんだ。町は政府の黒服の奴らに占拠されて、アイスバーグさんも抵抗したみんなも捕まっちまった。話は聞いてる。アイスバーグのこともな。ここで話してるのも安全じゃねえ。兄貴も後ろの皆さんもとりあえずアジトまで来てくれ。上層に来るのにあんな道があるなんてね。表を歩けねえ連中が町に入るときに使う秘密の地下通路だ。秘密の地下通路なんて言って、ただの下水道だったじゃない。まだ鼻が変だぞ。悪いな、ヤガラも連中に押収されて、今は上層と下層の行き来も簡単にはできねえんだ。ここは？ここはレンジとタンスのアジトだ。レジスタンスね。この酒場には政府の連中からこの町を取り戻そうと考える連中が集まってるのじゃが。マダム、今の状況を詳しく聞かせてくれ。誰がばあさん。マダム？
何でも話しますぞ、車湯さん。サンジ、世界政府への反乱の意思ありと一方的に罪状を押し付けられ、ウォーターセブンの町全体が政府の役人に占拠されたこと、ガレーラカンパニーの船大工をはじめ解体屋から居合わせた海賊まで一網打尽にされ、ドックに監禁されていることなどが語られた。とんでもねえことになってやがるな。どうすんだよ、政府の黒服たちが町中にいるなら迂闊に動けないぜ。あいつらの頭は市長邸か、なら切り込むか。相手が CP9 だとすれば人質に容赦はないと思う。アイスバーグさんもどこに捕まってるかわからない。確かに迂闊には動けないわね。市長邸を守ってる役人どもの気をそらすことができりゃ乗り込めるんだがな。ガレーラの一番ドックにみんないるのよね。うまくみんなを解放できれば CP9 の気をそらすことができるかも。もしくはここに来るときに使った抜け道のようにこっそり市長邸に抜ける道があればいいのですがね。どうするか。ねえ、そうか。ん、もうそうね、任せろ。そんなことは。
そうね。おい、なに、なんだと、うわぎるな。おう、ちょべー、チョッパー、お前らぶっ飛ばしてやる。やりますよ。そっちか。一刀流よし、シッソンソン。なかなか楽しめたんじゃねえのか。ここが一番ドックのようね。中の様子はわからねえな、うん、おや、チョッパーさん何か言いました？俺何も言ってないぞ。おい、チョッパー、ブルック、後ろだ。怪しいやつらめ、この天才調教師マイティ様とブルちゃんたちに見つかったからには観念しておとなしく捕まりやがれ。待て待て、怪しい奴らならこのムージ様とパンダさんたちが捕まえる。いやいや、そうはさせねえ。このインスクとサソリ様たちがその任受けたまわる。政府御用達の調教師には俺がなる。なんだと。待て待て、俺たちは怪しいもんじゃねえ。船大工を捕らえて連れてきた政府のもんだ。なんだ、それならどうぞお入りください。そうか、ご苦労。もしかしてお前も調教師？タヌキの調教師か。なんだと、ライバルに手柄を立てさせるわけにはいかねえ。え、俺はタヌキじゃねえ。いずれにしろ何らかの動物の調教師だろ。行け、ブルゴリー、叩きのめしてやれ。そうだそうだ、お前たちも行け。
やっと手に入れた仕事を横取りされてたまるか。さあパンダさん行くぞ。このパワーアップガスやる気 EV であいつらをやっつけろ。待て待て待て、てめえはバカか。いきなりそんなもんばらまいたらブルゴリまで暴走しちまうだろ。いつでもいいぞ。手にとって不足なし。三刀流黒上大達馬。みんな、用意はいいかしら。ミルフルーギガンテスコマーのストンプ。おいおい、こいつはたまげさ。覚悟しろ。ピュッフォース、ゴムゴムのキングコンデンサー。やべえ。ヤハハハハ。ああ、呆れたもんだ。そろそろあれやりませんか。ドスフルール、グラッフェン。なんだ。まずいですよ。ヤハハハハ。アフク、私が相手をしましょう。覚悟しろ。ゾロ。え？キッ！カタメのシャミにしてやる！そちらに向かいます。花歌さん、やはずぎり。勝ち時をあげるぞ、ベイビー。ここにはいねえか、バカバグの野郎。お前、フランキーか。助かったよ兄貴。すまねえ、手間かけちまった。礼なんざいらねえ。そんなことより、ルフィ。ああ、アイスのおっさんを助ける。ウォーターセブン奪還のため船大工たちと手を組んだ麦わらの一味。
占領軍の本部、首長邸に乗り込むための作戦を開始した。大変だ、捕らえていた船大工たちが暴動を。なんだと、くそ、数名ここに残れ、あとは武器を持って俺と来い。よかった。ありがとう。ありがとう。よかった。うん。アイルマてめえ、なんだと。助かりました。よし、いたぞ、鳩のやつ。なんだお前らは。お前、黒い箱持ってんだろ。それを渡せ。黒い箱？さあな。本当に持っていないの？ニコロビン。いや、嘘をついてすまない。確かに持っている。これのことだろ。間違いないわ。やっぱり持っていたのね。それは彼女に似た少女にもらったの？ああ、だがそれがどうした。こんな得体の知れねえもん、どこかで捨てようと思っていたが、どうやら俺にとっちゃ幸運のアイテムだったらしいが、このキューブを手に入れてから探し物がよく見つかる。そっちから現れるとはな、ニコロビ。やっぱり私を追いかけていたのね。当然だろ、悪魔の子ニコロビン。探していたものが2つも手に入る。こりゃこのキューブのおかげか。探し物の一つは古代兵器の設計図か。ん？お前はフランキ、いやカティ・フラム。悪いが、お前の留守中にアジトは調べさせてもらったぞ。ああ、そうだろうよ。だが、何も出なかったろ。ああ、だがお前は来た。俺たちの前にな。はん、それより、あいつはどうした？アイスバーグのやつはよ。さあな、まだ息があるかどうか。落ち着いてフランキー。黒いキューブを手に入れれば記憶世界は元に戻るわ。そうだったな。何をごちゃごちゃ言ってやがる。さあ一緒に来てもらおうか、ニコロビン。もちろんお断りよ。それなら力ずくで連れて行くまでだ。おい、鳩のやつ。俺のことか。他に誰がいる。ロビンはもうやらねえし、アイスのおっさんも死なせねえ。
前の黒い箱をよこせ。断る。だったら力ずくで奪い取る。地獄に送ってやる。何か言い残すことはあるか。うわあ、黒いキューブだ。力を供給してる。早く止めないと。さて、行きましょう、みんな。六式を六番いけるか。フランキー、あい残らず地獄に送ってやる。レリーには指一本触れさせぬ。骨のあるとこ、乱却会長。あとはお願い。いってぇ。やっと俺の出番か。必殺ひまわり星。消えたぞ。アオ、今のうちにスーパーな攻撃をぶちかましてやろうじゃねえか。いってー。ゴムゴムの受けおる高みレッドホーク。よし、行くか。一刀流よし。ヒュッソン。骨のあるところを見せてみろ。大したものだ。
俺に勝つつもりか。目障りだ。いってー。ゴムゴムの受け負る気高み。レッドホーク。大したものだ。お前ら行くぞ。ぐわっ。意外がありそうだ。やっと俺の出番か。待ってろ。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー。なんだと。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。やったわ、黒いキューブよ。アカリム、元に戻してくれ。まあ、フランキー、お前こんなところで何やってんだ。アイスバグ無事か。無事も何も、俺はこの通りだが。そうか、無事ならそれでいい。ん、よし、本来の記憶に戻ったわ。メモリアキューブのところに行きましょう。おう。行くぞ。なあ。ええ。じゃあ行くわよ。今度こそメモリアから抜けられますように。どうかしらね。ここはやっぱりまだメモリアからは抜けられなかったようね。今度はドレスローザかよ。どうして？うん。でも。え？どういうこと？違うわ。